上海博物館像戦国祖竹柿は、上広諏訪江館ともいい、中国の上海博物館の所蔵する、戦国時代の諏訪江の畜館群である。樹家や、銅家の思想研究において、重要な文献となっている。聖書時期は、紀元前373年から、紀元前278年の間と見られている。館は1200枚以上、時数は約3万5千字に及ぶ。 1994年、香港大学教授の張高優の仲介により、上海博物館館長の馬証言が入手した。世紀の考古発掘を経ていない洞窟館であり、出土地は不明である。80種類ほどの文献に分かれる。収益や、イキシーのように現存する文献もあるが、その多くは、今まで知られなかった文献であり、塾家を中心とするが、どうか、平か。 音量化的な内容の書物もある。各点スワイカンと共通点が多い。2001年以来、調査結果が、上海博物館像戦国祖地区書の台で、上海古籍出版社から出版されている。日本では、浅野雄一、湯浅邦博らの研究が交換されている。ABC、上白スワイカン中国出土文献研究会。 www.shutudo.org.2020 年12月15日閲覧。谷中新一、各店と、城白素愛館、地下からの贈り物新出土資料が語る、いにしえの中国中国出土資料学会、東方書店、2014年。ISBN 978から44億9721万4119。 ありがとうございます。